今回の作品は、僕が、日常で見逃していることを、キャッチする瞬間っていうのが、説明ができないんですよね。で、物理的に説明できないことが自分の頭の中で起こっていて、客観的にみんなものを見ようとしてると思うんですけど、その客観的に見るのではなくて、その見た人の中で何か始まるというか、なんか起こるっていうことをイメージして考えていきました。で、十和田といえば、青森イコールリンゴみたいなところがあって、リンゴ自体が本当に人間にとってというか、人類にとってさまざまな物語を生み出してきたと思うんですけど、一つ代表的に言えるのはやっぱ自然という相手なのかなっていう思ったんですね。で、自分の中に自分で何でしょう、コントロールできない部分があって、でその不思議な自分の中にあるけれど、自分ではつかみ取れないような、なんかそういうことを普段探しているんですね。で、このリンゴもどこからともなく落ちてきて、で日常の中にみんなの中にそういう、その未知なるインスピレーションの瞬間というんですかね、インスピレーションが舞い降りてくると言ったらいいんですかね。なんかアイデアが思いつくっていうのはとても不思議な感触があって、なんかそれがどこから聞こえてくるかがいつも不思議なんですよね。だからそれは自分の中から来てるのか外から来てるのか、どっちなのかも分からなくて、なんかそういう瞬間をこの広場になんか作りたいなって思って、でスケッチしたというか、でスケッチしたものがこういう形で彫刻として具現化されたという作品ですね。今回の作品は「始まりの果実」というタイトルをつけました。果実というのは、僕らからするとまさに成果というか、達成されたものに見えてしまうと思うんですけど、きっと植物にとってみたら始まりですよね。始まりと終わりというものは多分もしかしたらなくて、でその始まりも終わりもないような循環していくイメージですとか、あるいはアーツ十和田が、10周年ということで、10周年ということは始まりがあったと思うんですけど、でも始まりの前にそういった活動がここに生まれる種みたいなものがきっとあったと思うんですね。で、そういう、見えないけれど常に何か次のきっかけだったり種になってるっていうような、そういったイメージが今回10周年という機会にもう一度ここに生まれたらいいなと思って、そういうタイトルをつけました。例えば飛行機に乗った時に窓から東京湾を見下ろして、船がファスナーに見えてしまったんですね。でも本当に単なる見間違いなんですけど、その見間違えというものをそのまま済ませていいのかなっていうふうに思って、でそのファスナーに見えたってことを現実にもう一度実際に再現することによって、それを見た他の人はどう思うのかなって、見間違いではなくて現実にそれが起こるわけなので、でも船の引き波が、船が海を開いてるっていうふうには誰も見てなかったわけですね。そういうことが日常に潜んでるっていうのは、なんか現実が拡張されるというか広がる瞬間で、なんかそういうことをもっともっと見つけていきたいなっていう意味では、ファスナーの船が自分にとってとても大きなきっかけになりましたね。そうですね、この作品を作るまでに僕の中でいろんな作品がベースになってきたというか、この作品につながるような作品がいくつかあるんですけど、その中で「水の切り株」という作品があって、でその中にやっぱ水という素材があって、でその水の波紋ですとか、水の揺らぎみたいなことを僕の造形的な技術によって形にするというのはとても高度なことで、現実を再現すればいいということではないんですけど、
というよりは実際に目の前で現象を見せるということをずっとやってきたんですね。で、水の切り株ではその波紋を年輪に見立てるというそのアイデアを見てもらってきたんですけど、今回初めて、まあ、こういう形で固定したものとして作ったんです。で、この、まあ、固定することによって逆にその動きをこう感じてもらいたいなというところに初めてこう挑戦をして、で、その水の切り株はなんかそういうその水と年輪の関係ですね、こう瞬く間に水は広がっていくんですけど、実は木もゆっくりとこう波紋のように広がってるわけですよね。なんかこう時間のスケールを変えてものを見るということをこう見つめる時間としてそういう作品があったんだなっていうふうにも思ってます。大学生の時にたまたま何かで知ったんですけど、なんかすごい難しい技があってちょっと現実的に本当にできるのかなっていう技だったんですけど、ちょっと挑戦してみたんですね。で、それ今ちょっとやってみますけどちょっと失敗した。こういう技なんですけど、これ滑り止め極意って言うんですけど、はい、ここ滑り止めって言うんですね。そこに乗せる極意なんですけど、これが自分でもできると思わずにやっていて、たまたま乗っちゃったんですよ。まあ、たまたまというかできる準備は整ってた気もするんですけど、乗ると思ってなかったんですけど乗ったんです。その時に何が起こったか分からなくて、で、音もしなかったんですよ。どういうことって思って、この現実の世界でこんな音もせずにここにピタッと乗るなんてどういうことだと思って、で、そこから初めて重力について考え始めたんです。で、けん玉と重力、そして、後々その赤い玉が、多分青森の方は赤い玉を見たら人一倍リンゴに見えるんじゃないかなって勝手に想像してるんですけど、どうでしょうね。で、リンゴとけん玉というものがつながって、それでけん玉の玉をリンゴに作り変えるという風になったんですね。この地球の引力を示してるんですね、この線が。で、この線が一番ある種こう自然な線とも言えるんですけど、この線に沿ってまっすぐ鈴木康弘のエネルギーというか力によって引き上げるんですね。で、その地球の引力と僕が引いたエネルギーというんですかね、力がちょうど釣り合ったところというのは音が消えるというかピタッと乗るという。で、この技を未来の待ち合わせ場所っていうふうに僕が勝手に命名して、で、これは僕が引っ張ってるんですけど、近い将来このけん玉の剣っていうんですけど、この部分とこの玉の部分が出会う場所っていうものをここにこうイメージして、それで実際にここで待ち合わせるという、まあ、そういうふうに捉えたんですね。で、今回の作品もこの十和田市の形をした切り株とこうリンゴが出会った瞬間をこうイメージするという意味で、僕のこのけん玉を通した地球の引力とのこう関わりとか、まあ、自然との関わりっていうことと、この作品とは、まあ、ほぼ直接的につながっているとも言えるぐらいのものです。この作品は特に、ね、座ってくださいとか書いてあるわけではなくて、タイトルにベンチっていうふうに書いてないんですけど、座ってもいい状態を作ったんですね。でも座ってくださいとは言っていなくて、もしかして座っていいのかなとか、座っては大体作品って座ってはいけないとか、まあ、そういうふうになってるんですけど、座っていいんじゃないかなって自然にこう体がそう座らせたみたいな、なんか山道とかで切り株があると自然に人が座るみたいな感じで、この年輪の縁にこう身を置くというか、なんか寄り添って、で、なんか今をこう、感じるというか、
なんかそういう時間の流れの中に自分を作品の一部としてなんか感じてもらいたいなというふうに思ってます。でこれからまた10周年の先にまた、まあ、10周年の先は20周年とか考えてしまうんですけど、15周年とかでも本当に1秒単位であの物事がこう進んでいて、なんかこう時間の流れみたいなことをここでこう感じてもらえたらいいなというふうに思ってます。